ましょう。じゃあ一緒に。はいさーい、はい、龍大アイビーン。はい、ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。今週も、龍大アイビーンのお時間がやってまいりました。パーソナリティの工学部3年次、池原たつきです。パーソナリティの農学部の山浦雄大です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば最近、来る前にシンクの掃除したんですけれども、2週間ぶりぐらいにお皿洗って、やばい。本当にありえないぐらいちょっと異様な匂いがして、ちょっとそうですね、食器食べるのはやめた方がいいですね。あ、そうですね、当たり前ですね。ちゃんと当日で洗いましょうっていう、本当に。いやでも気持ちは分かるな、分かるな。食べて食べ、そう、作って食べて満足して、分かります。そう、作って食べてもうなんかそこで力尽きちゃうんで、そうなんですよね。これ洗うのめんどくさっ、そうそうそう。まあ今日なんとか頑張って洗ったんですけど、えらいですね。本当にもうあの排水口のなんか、うんうん、受け皿みたいな、 ありますね、あれもなんか変なドロドロしたやつついてて、ちょお昼時に、ああすごい。あれ歯ブラシだとね結構よく取れたんで、あ確かに。その後入ったとかつけて、洗剤、そうそう、洗剤つけて歯ブラシシュ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 って、あ確かに確かに。めっちゃ洗いやすかったんで試してみてください。やってみます。毎日洗うのがいいですね。はい、そうですね。できたらですけど、ちゃんと食器は毎日洗いましょうということで、気をつけます。はい、行きましょう。まずそうですね、今日も来週行われる龍大祭の告知ということで、学生の方々が来てくれています。まず前半のゲストは琉球大学管弦楽団、両家の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、CM の後にですね、詳しくお話をお伺いしたいと思います。はい、ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。龍大 IB FM 議論からお送りしております。パーソナリティの工学部3年次、池原たつきです。山浦雄大です。ちょっと忘れてましたね今。ごめんなさい。ちょっとまだ不慣れだもん、申し訳ないです。はい、それでは今回の、今日の
前半のゲストの方をご紹介いたします。琉球大学管弦楽団の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。まずは管弦楽団、どういったことを、活動しているのかっていうのをまずはお伺いしていきたいと思います。どういうことやってるか。はい、どういうこと。普段は、まあ、楽器を弾いてます。なるほど。楽器、弦楽器を弾いてます。弦楽器、バイオリンとか、はい、ビオラとか、はい、チェロとか。わかります。ああ、わかります。でっかいです。はい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 、はい、あとはそれだけじゃなくて、まあ、トランペットとか、はいはいはい、トットとかいろんな楽器があるんですけど。おお、なるほど。多彩な色彩をあの楽器音で表現して普段活動してます。なるほど。どこで活動されてるんですか。サークルトですかね。サークルトの部屋を何個か借りて、はい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 、月水金の夕方6時から9時まで主に活動してます。練習は合奏がメインですか、それとも個人練習して合奏して。そうですね、個人練習まずやってウォーミングアップとかして、その後にこう全体合奏の時間を作ったりして。おお、なるほど、なるほど。すごい素人の質問かもしれないですけど、はい、吹奏楽部と何が違うんですか。なるほど。なんだろう、やってること音楽で一緒なんですけど、うん、いい音楽を目指そうっていうのでは一緒なんですけど、何が違うかな。まず楽器が違うかな。いいやつが、楽器が違う。そう、扱う楽曲も違ったりしますよね。うん、楽器、まず弦楽器があるっていうのが吹奏楽とは違うか。そこが大きな違い。そうそう。あと楽曲の違いは、はい、ね、クラシックはやっぱり昔からの、昔からある曲を受け継いで演奏していくっていうものがあると思います。そう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 。吹奏楽だとやっぱりコンクールに向けてだとかが、まあ、主な。確かに新しい曲やったりしますもんね、最近だって。そうですね、ポップスとかが多いのかな、吹奏楽は。その違いですか。そうですかね、主には。勉強になりますね。そうです。なるほど。ちなみに楽器は何をお二方やられてるんですか。私はチェロをやってます。なるほど。座って弾く楽器ですね。そう、そう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 。そうです。僕はバイオリンをやってます。ああ、なるほど。まあ、みんなわかるかな、バイオリンは。かっこいいっすね。いいっすよね。ちなみになんでバイオリンとチェロをやろうと思ったんですか、うん、なんでチェロ。いや、私はですね、まあ、昔にドコモの CM で、うん、はいはいはい、はい、ツーチェローズっていうアーティストの方がチェロでかっこいい曲を演奏してっていうのを、もう結構あの CM は結構打ってたと思うんですけど、あれを聞いて、あ、なんかかっこいいの演奏してると思って後ろに、興味を持ったっていう感じですね。なるほど。なぜバイオリン。僕は中高と、あ、小学校から吹奏楽やってて、はいはいはい、トランペット見てたんですよ、ずっと。ああ、なるほど。メロディーが多くて、で大学生になってから、このなんだろう、音楽やってたらやっぱりクラシック音楽にみんな行き着くらしく、はいはい、クラシック音楽にこう目覚めた時は、あ、じゃあぜひ弦楽器をやってみようってことで、最初僕チェロ希望してたんですよ。はい。で、そしたら人数が多いからお前はダメだって言われて、仕方なくバイオリンに行ったっていうのが最初のきっかけなんですけど。あ、そうなんですか。チェロとバイオリンでチェロの方が多くなるんですか。大きくて人の声に近くて、こうすごい甘美なメロディーを奏でるのがチェロだったから。そう、人気、人気の楽器。なんか勝手な偏見なんですけど、なんかバイオリンが花形だからバイオリンに多い、あ、まあそうです、イメージが。そうです。あ、でも多分そのイメージ合ってると思います。合ってます。花形ではあります、バイオリン。なぜかチェロがちょっとうちは元気になって。へえ。トランペットやってて結構目立つじゃないですか、ね、確かに。じゃあちょっと裏方に回って、なんかこうみんな支える役に回ってみようかなと思ってチェロ希望したんですけど、裏方が多くなっちゃった。そう、裏方多くなっちゃって。なるほど。でバイオリンに流れた、まあ、今も大好きです、バイオリンが。スイブだとなんかクラリネットとか。あ、そうです、トランペットにメロディーが集中して、はい、確かに。あとはもう見た目のインパクトでトロンボーンとかじゃないですか。確かに。多いのって。はいはいはい。そう、そんな感じかな。なるほどなるほど。ちなみになんですけれども、僕結構気になってるのが、あの大学の生活とサークルってどれぐらい両立できてるのかなっていうのがちょっと気になってて、両立できてんのかな。ね。なんかこのこのパーソナリティの、はい、活動は正直あの土曜日に自分が担当した回だけやるだけなので、あ、そうなんですか。あんまりなんかその決まった活動時間っていうのがなくて、自分が空いてたらやるみたいな。あ、そうなんですね。そう、感じなんですよ、うん、なのでちょっと決まった時間にコツコツ練習
のイメージが湧かなくて、ああなるほど、どんな感じでその学生の生活とバイトとそのサークル両立させてるのかっていうのはめちゃくちゃ気になりますね。どうなんだろうな。でももうルーティン化してるんじゃない結構。そうですね。あ、まあ、私は 何もしていない時間をあまり作らないので常に何かやっているっていう状況を作ってきたので、うん、これまで、うん、大学以前からもだからそれがまあずっと続いてるっていう感じです、ね、なるほどなるほど。そうなんだ、ね、僕はあれですね、月水金が活動日なんで、はい、科目にバイト入れて、だから月そのサークルやってバイトやってサークルやってっていう交互に、ね、そうそう、それがもう全部ルーティンになってて、はいはいはい、授業もあれですね、朝はちょっと大変だなって思うけど3限とか4限になったらよしサークルがあると思ってだんだんモチベーション上がってくる。だからもう高校生の延長なのかな、ちょっと活動が減ったかなぐらいですね。はい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 、っていうのでやってますね。ちなみにバイトってどういった感じのことをやられてるかお伺いしてよろしいですか。僕はレジです。あ、レジ業務、はいはい、レジ打ち、そうレジ業務、いらっしゃいませとか言って、うん、何やられてますか。私は、まあ、パルコシティで。ああ、結構具体的に言われましたね大丈夫ですか。ファンとか押しつけもついてるかもしれないけど公開しちゃった。なるほどなるほど。レジ業務ぐらいですね。まあまあバイト、バイトと。ちなみに楽器って貸し出しはしてますか。まあそう、はい、楽器は貸し出し、あの団の持ち物として所有、はいはいはい、あるものは貸し出しをしています。僕借りてやってます。ああなるほど。買われました。はい、私は、はい、楽器を購入して。おお、これがすごい。値段がかかりますもん、ね、めちゃくちゃかかりますよ、ね、沖縄で楽器買うとしたら大体どこで買う方が多いんですかね。沖縄では弦楽器は多分あまり購入は。宝楽器ですか。あ、でもこの近くに、うん、ああなんかあります、ね、ラボがあって、はいはいはい、そちらにお世話になってますね。確かに、うん、なんか沖縄市の方にもなんかテリア楽器店もありますね。楽器店は、まあ、楽器店はなんかちらほらありますよね、うんうん、まあパルコにもそれこそあったり、はい、確かにライカムにもあったりするんで。そうですね、買おうと思えば買える。買おうと思えば、まあ、そう買おうと思えば買える。だけどコッていくとやっぱり内地の方の専門店みたいな、何本も何百本もあるような場所から厳選して行きたくなりますね。そうそうそう、高い買い物なんでしっかり選ぼうってことで。そうですね、一生に一度じゃないけど。そうですね、でっかい買い物ですもんね、マジで。そうそう、だから内地で買ったんだよね。いっちゃん高いやつ1億とかなんか数億円のなんかやつとかも。ストラディバリウスっていう、聞いたことあるな、それ。あれはあれ買う人いないんじゃないですかね今。多分なんか太陽みたいな形で重ねてるんじゃないか。そんな値段で音色は違ってくるんですか、うん、素人でも分かるぐらい。素人じゃ分からない。なんか格付けチェックとか分かる。分かります、分かる。俺も聞いてもよく分かんないですよね。あんまり分かんない。どの意見なんですかね。そのなんか弾きやすくなるとか、うん、高くなるとか。なんか同じ力で弾いたのにもかかわらず、こうなんかなんつうの、振動まで伝わって、音が響きすぎてすごい振動が伝わってくる。あー、へえ。長時間やってると疲れるみたいなやつです。疲れ。振動。なんですかね。逆に言うと優しい力でもすごいなってくれるから、もう楽に弾けるとか。逆に、なるほどなるほど。すごい楽器だ。知らんかったな。ちなみになんですけど、あの歓迎楽団に入ったきっかけというか理由というか、あの一番のそのスタートの段階ちょっとお伺いしていいですか。歓迎楽団に入った理由、僕は、はい、私は、はい、小学校の時からオーケストラにずっと興味があったので、はいはいはい、ずっとオーケストラやってみたいっていう希望がずっとあって、うん、まあ、なかなか近くにも習うお教室とかもなくて、まあ、このタイミングだということで大学で始めたっていう感じです。ああなるほど。僕も大体一緒ですかね。吹奏楽部やってて弦楽器やってみたくて。ああなるほど。やっぱ弦楽器を扱うサークルって高校とかなくて、あんまり。確かにあんまないですね。そうそうそう、聞かない。吹奏楽はまああるっちゃあるけど、はい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 、はい、違うやつ、違う音楽系のクラシックやってみようということで、はいはい、はい、から始めました。ああなるほど。じゃあちょっと大学生活の話していいですか。いいですよ、せっかくなので。あんまりちょっと大学の先生とかだとそういう話できないので、あ、そうちょっとリアルな話をお伺いしていこうかな深掘ると思います。ちなみに学部はどちらですか。はい、私は農学部です。農学部。なんか僕理学部です。あ、理学部。農学部の学科は、学科は農工ですね。農工学。ああなるほどなるほど。
学科どこですか。僕の数理科です。あ、数理科、数学。なるほどなるほど。で学科は、自分は農学部、一緒なんですよ。一緒ですね。あ、同じ。でも学科は、農林環境科学科ってとこで、ちょっとジャンル違うっていうか、ほとんど交わらないですね。なるほどなるほどなるほど。あんまりじゃあその同じ農学部だけど、まあやってる分野が違うというか。そうですね、結構違う。まあまあ違いますね。私は農業機械をやってます。ちょっと工学部寄りの農学部みたいな、はいはいはい、自分どっちかというと生物寄りのことやってるんで。ああなるほど。それは化学的なことやってて、ちょっと違うんですよね。じゃあ、はいはいはい、ね、数学科はもう言わずもがな。あ、もうそうですね、あれも言っちゃダメです、あの学部は。言っちゃダメだって言っちゃダメです。そんなこと言っちゃダメですよ。ガルワはやばいです、あの学部は。そんなこと言っちゃダメですよ。パンフレット見たんですけど、もう留年率40何パー。いや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 、待ってくれよと思って。やばいなそれ。ちょっと待ってくれよって思って。まあでもちゃんとやれば、そうですね、ちゃんとやればできるんですよ。はい、ちゃんとやらないやつがいるのかな。ちゃんとやらないやつの40何パーなんて。そうかもしれない。はい、変なやつが数学科に集まっちゃう。そうなんですよね、なぜか。理学部でもダントツなんですよ、数学科の。いやいやいや、いいんですよ。もう大変だ。数学、自分もまあ行きたかったら数学科行きたかったですけど、ね、かっこいいっすもん。なんか数学できたらかっこいい。賢いね。で、すでに数学の先生になりたいって思ってたんで。ああ。はい。いいですね。だったら数学科もありだったのかなとか。確かに。教育学部の数学教育選手とかもありだったのかなってちょっと思いながら。やってますね。ただなんか高校の数学と大学の数学ってなんか全然違うみたいな。あ、もう全然なんか全然違いますね。高校まではなんか計算を思い、まあまあまあ微積やったりとか、そうですね、三角関数ゴリゴリやったりとか、はいはい、センター試験とかでやるやつみたいな。大学からはなんかもう知らない記号を使ってなんか暗号解いていくみたいな。ああ。よくわからない次元の。確かに。自分でもなぜこれが解けるのかわからないみたいな。そんなこと言っていいんか。それは大丈夫じゃないですか。まあ、解ける解けないの話はずっと証明問題やってます。なんか、あー、なるほどなるほど。簡単な計算問題はできた上でその使って証明みたいな。おお、ほうほう。確かにこれも線形代数とか何やってんだろうこれ、うん、となりました。何やってんだろうこれ。でもなんかできちゃうみたいな。うん、なんかとか型にはめてみたいな。そうですね、解放パターンに、まあ、そうそう、だいぶ前半の方はそうなんですけど、後半になってくるともう型も何個あるかわからないみたいな。なんか常備分方程式って何みたいな。あ、もう何あれ、何あれって。あれ何、でもなんかあれ解けちゃう。そうそう、方程式解けちゃう、すげえみたいな。変な記号書いて知らん分かっちゃうみたいな。不思議でさ、うん、ありましたね。うん、もう数学は本当になんか大学入ってからガラッて変わっちゃって、ちょっとついてくのか、ね、ハード大変大変っていう印象があれなんですよ。なんか数学と音楽ってなんか、数学者と音楽家ってなんか歴史的にもなんか共通点みたいなのがあるらしくて、それこそ式とか、僕式やってるんですけど、あの式もなんか適当にやるんじゃなくて、ちゃんとこの図形を描くとか、打点をやるとか、ありましたね、ありましたね、テンポのリズムとかも、はいはいはい、一応数学っちゃ数学なんで。確かに確かに。だからちゃんと緻密にやるっていうのは、っていう意味では数学がちょっと生きてるのかなって思ったり思わなかったり思ったり。めっちゃかっこいいっすね。かっこいいです。チェロと農学部は、チェロと農学部はつながらんだ。チェロと農学、さすがにもう結構もクワの動きがなんか、自然な、なんだかね。工学系は俺よくわかんないです。何やってるんですか、その農学部。ああ、本当に機械を扱うので、私の部屋では。トラクターのエンジンの開発とか。ガチガチに工学っすね、結構。そう、まあ、農業に特化したものではあるんだけれども、そうそう、一般的にありふれたようなものを扱いますね。このカメラだとかも使って農作物を監視して栽培していくというのをやりますね。なんか、なんか農学部の友達が、あの子の友達がいるんですけど、なんか生、なんか農学部なのになんか電気のことやらされるみたいな。はい、電子で全然わからんみたいな。はい、回路を組んだりもしますね。回路のなんかあれやらされるから全然意味わかんない、うん、教えてみたいな。同じ農学部なのに全然マジ違うんですよ。自分は土やって、土壌をやってて、うん、ひたすら畑行って掘り行って土見て、ああ、これ酸性土壌だねとかなんか見たりして、なんか土のお医者さんみたいな。はいはいはい、はい、あ、もう化け学なんですね。そうですね、はい、農業工学はこの農作業を営業学に
どれだけサボれるか、あ、まあ、大事ですね。作業効率を上げるかっていうのを追い求めているので、そうですね、その機械化っていうのを常に考えて。なるほど、大事ですね。農業は複合なんか分野ですからね、いろんなのが。そうですね、いろんなものを合わさって行われていく営みですね。どっかでかかってくるかもね、音楽と。うん、どっかで。そうだね、どこ食べ物とか、美味しいものを食べて、美味しいものを知って、いい演奏につながるみたいな。ちょっと無理やりみたいな。無理やりだ。何でもつなげられそうだな。無理やりだ。はい。じゃあちょっと龍大祭の話をしましょう。はい、はい、せっかく来ていただいたので。龍大祭。はい。来週ですね。琉球大学のセンバルキャンパスの方で龍大祭が行われるんですけれども、管弦楽団の方は。どういったものを出展するでしょうか。はい、今年はですね、昨年に引き続き屋内でドルチェという音楽喫茶を出展して、もう一点が屋外で、ポップコーンを提供するというような形になってます。なるほど。ちなみに、ドルチェっていうその音楽喫茶、はい、ドルチェっていう店名になってるんですけど、ドルチェっていうのはドルチェってどういう意味でしたっけ。はい、音楽記号で、うん、甘く、はい、柔和に、カンディナー、柔らかくというような、まあ、イタリア語の音楽記号になってます、ね。イタリア語です、はい、音楽記号はイタリア語多いですよね。そう、フォルテとかクレッシェントとかフェルマータとか、あ、そうフェルマータ、バステバステ天風の話がある、うん、らしいですね。はい、ちなみにそのもうちょっと詳しく、ドルチェではどういったことをやるのかっていうのをお伺いしてよろしいですか。はい、ドルチェでは、室内楽を主に20曲程度ご用意して演奏しながら、ポップコーンだとか飲み物を提供するっていうような形になってます。室内楽っていうのはそのクラシックの曲の中のジャンルの一つと捉えて大丈夫ですか。はい、そうですね、弦楽器でアンサンブル組んだり、管弦で組んだりというような。なるほどなるほど。少人数で組んで曲を演奏するみたいな。有名な曲で言えば何かありますか。有名な曲、今回はやらないんですけど、はい、モーツァルトのなんかアイネクライネナハトムジー、ああはい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 、パパパパパパパみたいな、ああいうのを小人4人でやったりとか。確かに確かに、5人とか少人数でやったりとか、あれが室内楽ってやつ。なるほどなるほど。20曲ぐらいはもうこれ全部練習しないといけないですよ。そうですね、もちろん練習しないと。大体練習期間どれぐらいで仕上げてくるんですか。どんぐらいなのかな、やる曲によって全然違います。あ、はい、そうですね、まあ、難易度とかもあるんで。はい、うん、そうですね、まあ、2ヶ月程度は練習を重ねてきて、ね、おー、ね、はい、この夏休みの頭の方に、はいはいはい、うん、うちでは合宿を、夏合宿をやって、はいはい、その時に、まあ、練習をしたりっていう感じですね。合宿はどこでやったんですか。糸満のなんか青少年自然の、ああ、はい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 、なんで夜景が綺麗でした。いいですね、夜景が綺麗でした。すごい綺麗だった。まあ遊びつつ練習しつつ、ね、そうですね、大事、めちゃくちゃ大事。いいですね、いいですね、両方やらないと。はいはいはい。ではこの出展の見どころを教えてください。見どころか、なんかある。じゃあここに書かれてますって送ってもらいましたって。そうだ、ああ、やっぱりそうですね。そう、見どころです、やっぱり、はいはいはい、弦楽器って、はい、普段はあんま馴染みないと思う。あ、じゃあカンペが出てきた。カンペ出てきた、こっちまた。そう、あの弦楽器って普段あんま見る機会ないし、はい、聞く機会もテレビとか YouTube でしかないと思うんですけど、はい、生の音が聞けるのはやっぱり我々ドルチェだけだと思うんで、はいはいはい、それ見に来てほしいですね。生の音は違うんですか。違いますね、なんかやっぱり生は違う。変わりますか。変わりますね、音意外と大きいとか。ああ、確かに確かに。あとポップコーンのこだわりもあったら教えてください、うん、ポップコーン、昨日実験したばっかりなんですけど。あ、はい、実験。そう、いろいろ実験しててちょっと試作というか。あ、そう、試作段階で、はいはいはい、まあ、失敗大事なんで、まあ、たくさん失敗したんですけど、1個だけなんかすごいうまくいったやつがあって。ああ、はいはいはい。なんかキャラメル、カラメル、なんでうまくいったかまだ結局分かってない。そうそう、ちゃんとレポートにまとめて誰が作ってもできるようにしなきゃいけないんですけど。確かに。分量とかちょっと間違えただけで真っ黒黒になっちゃったり。もう大学の実験と一緒ですね。そうですね、はい、失敗大事だった。失敗が大事だし。レポートかな。
研究と一緒です。もう固まっちゃってもこうでっかいポップコーンになっちゃって取れなくて砂糖とかくっついちゃって大変でした。じゃあ誰がやってもできるよう、うん、実験できるように論文書くように、そうですね、マニュアル化してマニュアル化してやらないと、レポートしてやらないと、はい、本番こんなんだったらどうしようって感じなんで1週間で仕上げられそうですか、ポップコーンは。まあ、なんとか、なんとかもうなんとかやります。よろしくお願いします。任せてください。はい、それでは前半戦、お時間が来てしまいましたので、こちらで、終わりたいと思います。前半戦はですね、琉球大学の管弦楽団の、お二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは一旦 CM の後はまた新しく、学生団体の方が来てくれます。よろしくお願いします。ありがとうございます。マイクはもうくっついてください。くっつくぐらい近くて、でこっちに置くか、マイクと正面に、はい、どうしようかな。エコキャンのあれは、あ、そう、それでこうしてもらって、あ、まあいいじゃん、あ、いいんじゃないですか。で、で隠すみたいな、まあ、これでいきましょう。はい、よろしくお願いします。これ誰が、これはうちの学生が4年くらい前の学生がデザインしたんです。なるほど。じゃあ3はあまり使わないのか、これとこれでいこうか。あ、お願いします。はい、あ、始まります。もういいもういい。で3番から始めるときは、はい、琉大 IB FM ギドワンから生放送でお届けしております。続きましては、琉球大学エコロジカルキャンバス委員会の、委員長の、竹内さん、そして、雄大さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。雄作さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずですね、エコロジカルキャンバス委員会って何ですかっていう話が多分あると思うのでそこからよろしくお願いします。そうですね、琉球大学エコロジカルキャンパス学生委員会、あの通称エコキャンなので、ここからエコキャンっていう名称でちょっとお話しさせていただくと、はい、私たちは大学直属の、はい、学生委員会、はい、なのでサークルとか部活とかはとかとはちょっと違うくくりの団体になっていて、はい、大学直轄の株組織という形で活動を行っています。で活動内容としては環境教育ということがメインになっているので、とクリーンキャンパスをやったりとか、あとはビーチクリーンをやってみたりとか、エコに関連した活動を主に行っています。はい、これはあれでしたよね、その講義としても用意されてるんでしたよね。はい、一応開講してます。はい、担当教員は、国際地域創造学部の大島純子先生です。はい、はい、以前で出させ出演していただきました。そうですね、ありがとうございます。エコキャンではもっと詳しく、じゃあどういった活動をされてるんですか。エコキャンだと、そうですね、メインで活動しているのは、ビーチクリーンとかクリーンキャンパスとかをやってるクリーン活動班
で、まあ、クリーン活動をやっていて、あとは大学校内のエコな取り組みとか施設を紹介するようなツアーを、企画運営するエコツアー班っていう班のエコツアーの活動、あとは最近、今年度新しく立ち上がったのがカーボンニュートラルに関連する活動を行うカーボンニュートラル班、主にこの3つがメインで活動を行ってます。ああ、なるほど。あれもやってましたね、確か、あの生協の弁当箱のやつ。あ、そうです。生協の弁当がリリパックで リサイクル可能なお弁当箱になってるんですけど、それの回収ボックスをエコキャンとして設置して、で、その回収したお弁当を生協さんの、ご協力のもと、現金に換金して、でその換金したお金を、NPO 法人のメッシュサポート様という、離島医療の支援を行っている NPO 法人さんに寄付をさせていただいています。なるほど。ちなみに前年度の寄付額とか大体でいいので、もし分かってたら教えてほしいんですけど。大体2万円ちょっとだったと思うんですけど、詳しい数字がちょっと思い出せません。あの私が始めた企画なのに思い出せません。ごめんなさい。今年度は確か2万ちょっと3万弱ぐらいだったと記憶しています。はいはい。ちなみにその立ち、そのメッシュのやつ立ち上げた経緯お伺いしてよろしいですか。はい、僕がそうですね、出身が、あの地元が名護市で、まあ、沖縄の中でもちょっと、まあ、僻地の場所でして、そういったところに何か支援ができる、できたらいいなっていうふうに考えました。あと琉球大学は、あの他の、西原のキャンパス以外にも北部の方にも研究所があったりフィールドがあったりするので、そういった地域の方に貢献できるようなところに、まあ、お金と、まあ、お金という形で地域貢献ができればいいなというふうに取り組みを始めました。どうもありがとうございます。はい。ちなみになんですけれども、じゃあちょっと委員長にお伺いしたいと思います。はい。この活動をまずその委員会に入ったのはいつですか。私が今3年次なんですけど、1年の前期からなので。あ、もう最初の方から。そうですね、2年半前もう最初から大学入ってすぐ所属しました。それはどっちが、その環境インターンシップの履修から先なのか、うん、委員会に入ったのが先なのか。私は委員会が、入り口としては委員会が先でした。あ、でその後に、まあ、講義も取られたんですか。講義も取りました。1年の前期で取りましたね。おですね。そのエコキャンに入ろうと思ったきっかけというか、知ったきっかけが、そのエコキャンでやってる活動内容で、はいはいはい、結構 SDGs に関連したことをやりたいなと思って大学に入って、で SDGs に関連した活動をしてる団体どこかあるかなって探した時にエコキャンがあって、じゃあここに所属したいなと思って、はいはいはい、SNS で DM を送って、で講義を開講してるので、これを取ると単位も取ることができますっていう説明を受けて、はいはいはい、じゃあ講義も取ろうっていう形で講義を取りながら委員会活動してみたいな、でかれこれ今3年目。なるほど。です。講義の内容としてはどういったこと。一応まあ全15回ある中で、はいはいはい、さっき報道説明した、クリーンキャンパスをやったり、あとはリリパックの回収をやったりとか、あとは、まあ、その授業時間外にはなるんですけど、ビーチクリーンに参加したりっていうのもありますね。あとはそのエコキャン内で班2つか3つ班に分かれて活動を行ってるんですけど、その班で企画した内容の打ち合わせをやったりとか、あとは準備をやったりとか、まあ、そういうことがあるので、結構フィールドワーク的な活動にはなってます。ああ、なるほど。これはあれ、共通教育の単位として。そうです。ああ、なるほどなるほど。あとは副専攻の環境学副専攻っていうのが大学の
という仕組みとしてあるんですけど、それの必修の授業になっているので、はいはいはい、総合環境学副専攻を取りたいと思っている学生さんが必修の授業だから取るみたいな子たちも結構ありますね。そのエコキャンの活動で一番楽しかった活動って何がありますか？私は授業内の活動というよりはちょっと県外出張とか、はい、そっち系にはなってしまうんですけど、一番楽しかったのは宮古島研修です。宮古島は、その土地の特性上、水不足とかが結構、はいはいはい、深刻な地域だったりするんですけど、それでその水不足を解消するための仕組みみたいな感じで、地下ダムが結構、まあそうですね、地下ダムが、はい、地下ダムが割と有名というか発達していて、でそれに関する、まあ、勉強をしに行ったりとか。なるほどなるほど。まあ、その勉強と、あとは、ハンセン病の隔離病棟があったっていう歴史があって、はいはいはい、まあ、その人権問題っていう意味でそこの勉強もしに行こうっていう研修を、私のもう卒業された先輩が企画してくださったので、あ、なるほど。で、まあ、それ研修に行ったのが一番楽しかった思い出になります。可能だったら優作さんもお伺いしたいです。僕ですか。僕はそうですね一番楽しかった活動、印象残ってるとか、印象残ってる今じゃないかな。今ですか。今じゃないですかね今すごい頑張っ、後輩がとっても頑張ってくれてて、後輩が育ってくれたってことが僕はとっても感動してます。私がいた時っていうのは 学生が4人しかいませんでした。なのにいつの間にか10人20人と増えて、今 何人いたっけ学生が。今3、40名。おお、ここまで大きくなったっていうのは本当に後輩が育ってくれてよかったなっていうふうに思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございますちなみにその委員長になったきっかけというか、なんで委員長になったのか一応そのまあ3、40名今委員がいるっていう話はしたんですけど、まあ、コアメンバー、その、まあ、いわゆるサークルとかの幹部みたいなところに位置しているメンバーっていうのが本当に10人弱とかしかいなくて、はいはいはい、で、まあ、各々他のこのエコキャン以外の活動もあるわけじゃないですか。でそういうのでその深く関わりすぎることはできないよみたいなことを抜いた時に、コアメンとしてやっていける個数名がいる中で、はい、各々、まあ、その自分たちが活動として経験してきた班活動というのがそれぞれ違うので、まあ、そういうのに、まあ、こう適任を当てはめていって、じゃあ私いいんじゃかなみたいななんかその、まあ、皆さんから、まあ、そんな感じでこうお話をいただいて、じゃあやりますって言って、じゃあ委員長やりますみたいな流れになって、なんか気づいたら委員長になってました。それいつ、今年入ってからですか去年の年度末ぐらいから話が出始めて、はい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 、で、まあ、今年度から正式に委員長就任みたいな。なるほど。これは1年で1年ですね。ああ、なるほど、なるほど。なんであと半年ぐらいです。まあ、折り返し地点に入りましたね。後期の授業を頑張って3月末で終わり、バトンパスってなります。一応委員長終わった後もエコキャンの活動自体はされる予定ですか？そうですね、私は、まあ、引き継ぎとか、あと OB 枠っていう形で残りたいなとは思ってるんですけど、まあ4年生になった自分次第ですね。ああ、なるほど、はい、まあ進路のこととかもあると思うので、そうですね、ちゃんと卒業できるようにしないといけない確かにそこは確かに、そこも考えないと、まあ、一応一番の本文が、まあ、学部の勉強なので、はいはいはい、エコキャンやりすぎて留年とかちょっとお話にならないので、そうですね、学内組織なのでなおさらねなおさらちょっとちょっと問題になっちゃうそうですね、なるほどなるほど、そうですね。
じゃあこれちょっといいですか。ぜひぜひ。あの院長ならではのいやここ大変だったなとか逆にやりがいあります。結構な大人数じゃない 3,40 人それをまとめ上げるっていうの で、ね、正直もう前期は大変すぎて記憶が曖昧大変すぎなんですけど、やっぱりその今までのその 3,40 人に増えたのが本当に今年度からだったので、今まで割と小規模でこう内輪でどうにかもうマンパワーでギャーみたいなのができるぐらいの規模感だったんですよ。それがまあ一気にバーンって増えて、そのなん、まあ、いわゆるナンクルナイサーでどうにかなるみたいなのが通用しなくなってきちゃったので、あのそれが私の代に切り替わった瞬間から始まってしまったので、まあその大人数の組織をうまく回すのはどうしたらいいんだろうっていうので、まあ、今までのやり方しか知らなかったからこそ、もっと効率よくそのうまく負担を分散してっていうのをやらなきゃいけない立場になったっていうのが一番大変だったっていうのが一番なんですけど、まあ、その分、まあ、そこが、まあ私以外のコアメ、その班長とかを務めてくれている子たちが結構優秀なので、うん、ただその優秀な子たちでも、まあ、拾いきれなかった部分を私が一番上からこう見て全体を通して見た時に、結構その班の班長をやっている子たちが深く狭く、拾ってくれている中で取りこぼしているところを見つけて指摘して、それで活動がより良くなっていくっていうのが実感できた時に、あ、やりがい感じるなって。組織だってうまく統率できてます。なんかその今の話できてますか。いやそうすごいなと思って今話なんかそれは一応意識してました。やっぱりその、まあ、全体を通して見なきゃいけない立場になったので、今まで自分が委員として一メンバーとして所属してた時は一つの活動について深く知っていれればよかったんですけど、もうそういうわけにもいかなくなったので、まあ、そこはその全体を通して見ることはちゃんと意識しようっていうふうには活動してましたね。確かどっかそういえば行かれてましたよね、出展というか。あ、はい、12月に毎年東京のビッグサイトで開催されているエコプロっていうイベントに、はいはいはい、エコキャンとしても毎年出展してるんですけど、昨年度のエコプロ2022に私も出展者として実際に出張に行ってきました。ちなみに去年はどういうのを出展したんですか。去年は一応エコキャンの活動紹介を、はいはいはい、が、まあ、メインの展示にはなってたんですけど、まあ、その他にも、実際のビーチクリーンで、拾った海洋ゴミ、はいはいはい、ビーチクリーン中に拾ったゴミを向こうに展示品として送って実際に展示して、そのうちのブースに来場してくれた方にそれを見せながらこういうのが結構落ちててっていう話をしたりとか、あとは体験型の、キャップことだまんっていうオリジナルのゲームを作りまして、キャップことだまん、ペットボトルキャップの回収も、リリパックの回収と一緒にやってるんですけど、実際にその回収したキャップで、文字並べみたいな、問題を出してその回答をこう文字を書いたキャップがバーって入った中からその当てはまる文字を見つけていって、それを並べて回答して正解したら景品をあげるみたいなゲームを作ったんですけど、まあ、それの運営をしたりとかしてましたね。あとは他大学との交流とかも、はい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 、まあ、それをきっかけにやってました。これはインターネットとかでも見れたりするんですかね。例えば今年、まあ、12月また行われるということなんですけれども、れ、はい、琉球大学の出展どういったことを出展するのかっていうのは沖縄にいる状態でなんか確認したりできるのかっていうのは、エコプロ運営からの発信は
多分そこまでない、やっぱ来場してようやく初めて内容が見える形にはなると思うんですけど、エコキャンの公式 SNS で随時その出展の情報に関しては流していこうかなと思っているので、はいはい、まあ、そちらを確認していただけたら、ちょっとそのエコプロの空気感をオンラインで体感できるよっていう形に今年はできればなって思ってます。今年も多分今も裏でいろいろ動いてくれて、そうですね、もう動き始めてますね。よろしくお願いします頑張りますそうですね、 かなり多分その学内の関係者さんと、はい、まあ、先生方だったり大学の職員さんだったりと、うん、まあ、連携大変だと思うんですけれども、はい、ちょっとここ一番大変だったっていうのとかありますか？あ、学外にはなっちゃうんですけど、今ゆうさくさんが絶賛あの苦労中なので、ここはゆうさくさんに話してくれる。 僕ですか、僕が喋る、僕がこの場でちょっとラジオでは話せないようなことを喋りたくはないなと思うんですけどまあいろいろと調整、いろんな団体がこういうイベントっていうのは関わってきていて、そうですね、やっぱりその進み具合とかを、まあ、整理したりするっていうこととか、あとやっぱり今ちょっとイベントを企画してるんですけれど、そのイベントのかかる、まあ、予算とかそういったものをどうしていくかとか、そういったところでの調整っていうのは結構大変ですね。あのどうしてもいろいろな利害が絡んできてちょっともうこれ以上はラジオで喋れないので、ちょっとやめます、はい、じゃあそれでは龍大祭の告知の方をしていただきましょう。エコロジカルキャンパス委員会さんでは龍大ではどんなことをされてるんでしょうか？はい、カメラに映してもらいましょうか。ありがとうございます。はい、私たちエコキャンでの出展では今年度のエコ、流大祭は、結構盛りだくさんな内容でやるんですけど、主なメインの活動としては、フードドライブをやります。はいはいはい、フードドライブというのはどういったもの？フードドライブというのは、伊作さん、はい、フードドライブっていうのは聞いたことがちょっとないかなっていう方もいると思うんですけど、フードバンクっていう言葉はおそらく知ってる人もいるかと思うんですが、まあそれに近い活動です。ただドライブっていうのは何が違うのって思うと思うんですが、あの私たちはこの食品を集めた食品をため込んで直接困っている人に渡すのではなくて、フードバンクに届けるという活動を行います。なのでドライブっていう別の名前で呼ばれています。今回は琉球大学の流大祭の中で私たちが主催となってフードドライブを行います。これはあの右の方にある沖縄県の SDGs の推進、普及イベント、みんなで SDGs っていうイベントの一つとして行う予定になっています。そしてこのフードドライブですけど、僕たちは準備をしましたが、実際にイベントに来てくれて、あの食品をまた提供していただかないとこのイベントっていうのが成立しないので、ぜひ皆さん、あのお家にあるまだ食べられるけど捨ててしまうのはちょっともったいないなっていう食品を、本当に1個とかで、カップ麺の袋が開いていない状態とかであれば1個でも全然問題ないので持ってきてほしいなと思っています。ちなみにその持ってこれないものの例としては何がありますか？そうですね、生鮮食品、生肉とか魚介類とか生野菜といった、傷みが早いもの、冷蔵庫で保管しとかないとすぐ傷んでしまうようなものは基本的に NG、はい、あとは手作りだったりとか食べ残しももちろんダメですし、あとは賞味期限の記載がないもの、例えば大袋の中に小袋が入ってて、その小袋に賞味期限が記載されてるものだったら OK なんですけど、その小袋に賞味期限が記載されてないとちょっとお預かりできないですね。なのでそういう記載がないものはちょっと NG、 あとは賞味期限が1ヶ月未満のもの、あとはアルコール類、料理酒は OK なんですけど、普通の飲酒用のお酒は NG っていう形になってます。金子秀明さん、こんにちは。冷凍食品、あ、そうですね、冷凍食品が、まあ、
フードドライブでは回収できませんよ。ちょっと回収できないですね。回収してこちらで冷蔵庫で保管しておくっていうのがちょっとできないので。なるほどなるほど。なので、まあ常温で置けて日持ちがしてなおかつ封が開いてなくて賞味期限が記載されているもの。なるほどなるほど。だったらできるけどそれ以外はちょっとごめんなさい。あもう封が開いてたらもうちょっとごめんなさい。封が開いてたらごめんなさいですね。その小袋にもう完全に封がされていたらでなおかつ賞味期限が記載されていたら OK。 なるほど。じゃあ飴玉みたいなのはもう賞味期限記載されてなかったらちょっとごめん。ちょっと NG ですね。なるほどなるほど。本当はダメなんだけど実は言うと、まあ、ちょっと持ってきても、まあ、一応対応はできるよっていうのは一応伝えてはおこうかなと思います。ああ本社には NG なんだけど、まあ、ここの聞いてるラジオの皆さんには、まあ、一応持ってきてもらっても一応相談には応じられるよっていうのは一応話しておこうかなと思います。なるほど。そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご協力お願いします。こればっかりは僕らの力じゃどうしようもないのでここにやってきました、はい、一人暮らしの大学生とかなんか買ったはいいものの使ってないみたいな。あるある。結構そういうものを探しています。あの調味料とかで買ったけどなんか違うなみたいな。使ってないケチャップとかマヨネーズとか、うん、そんなもの一本でも全然大丈夫です。お願いします。ですね、ストックとして買ったはいいけどなんかちょっと違ったなーで、うん、全然開けてないやつとかあったら本当に持ってきていただけると本当に皆さんからの持ち込みによってようやく成り立つイベントというか企画なので、うん、ぜひ皆さんのご協力をいただけると嬉しいです。はい、はい、他には何かイベントとかは龍大祭でやりますか。龍大祭で、今フードドライブの説明をしたと思うんですけど、はい、他はあと3つやります。結構盛りだくさんですね。はい、でそのフードドライブと同じぐらいで、大々的にやろうと思っているのが温暖化に関する展示になるんですけど、はいはいはい、まあ、その温暖化展示のメインとして自転車発電機を置いて実際に体験することができるようになってるんですけど。なるほど。はい、もうこっちを見ているのでそうですね、答えます。自転車発電機を今回用意しております。自転車を漕いで実際にスマホとかの充電ができるように調整しております。あと自転車を漕いでやっぱりそのエネルギーの省エネっていうのを意識してもらおうと思って白熱電球と LED の付け比べとかを学っておこうと思っています。そしてこの自転車発電ですね、漕いだ距離を測ることを想定してまして、はいはい、この2日間でできれば100キロくらい皆さんの力を合わせて漕いでもらえればいいかなというふうに思ってます。はいはい、目指せ100キロっていう大台をちょっと掲げております。いいですね。これもぜひご協力いただければ嬉しいなと思ってます。まあ、いくらでもできるんで体力の続く限り。そうですね、だいたい5分超えたら1キロくらいです。ああ、じゃ あだとしたら500分超えれば。そうですね、目指せ目指せ100キロ目指せ100キロというだいたい辺戸岬くらいです。ここから。他にあと2つは、あと2つは、まあエコキャンの紹介、はい、展示みたいなことと、はい、あとはフリーマーケット、はいはいはい、やるんですけど、このフリーマーケットの売るものを、まあ、皆さんから、集めるっていう計画を。なんでこっち見るんですか。なんでこっちを見るのか。ですよね、なのでこの4つやるうちの3つが本当に参加型、がっつり参加型みたいな感じで、はい、本当に皆様のご協力があって成り立つ企画が3つほどあるので、はい、ぜひ。そうですね、皆さんのご協力を、はい、いただけると、ね、皆さんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではそろそろお時間なので、締めの方に入りましょう。本日は、管弦楽団とエコロジカルキャンバス委員会の2団体にお越しいただきました。ありがとうございます。ただいま龍大愛民では学生メンバーを募集しています。興味がある方はツイッターやインスタグラムの DM にメッセージいただけると嬉しいです。皆さんで一緒に琉球大学の魅力を伝えていきましょう。そして龍大ヤイビン内で流している BGM は、理学部の物質地球科学科田原修太先生に作曲していただきました。また
ジングルはピアニストの高井雄飛さんに制作していただきました。高さんはピアノ演奏だけではなく作曲、編曲など幅広く活躍されています。今現在拠点を那覇に移して活躍されています。この場を借りして田原修太先生、そして高井雄飛さんに厚く御礼申し上げます。あ、グッドキャットさんこんにちはということで、すいません、もう終わる時間帯です。申し訳ございません。今週のパーソナリティは工学部の工学部3年次池原達樹と農学部4年次山浦雄大です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。フードドライブぜひご協力お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いいたします。